はい、ということでどうも皆さん、こんにちは、ボクシングです。今回はですね、初心者講座、中級者講座ということで、今更ね、誰も教えてくれないだろうということで、まあ私がね、皆さんに教えていきたいと思います。どうしようかな。ちょっとツイッターでじゃあちょっと質問してみましょう。フォートナイトの講座で何が知りたいか。フォートナイト、初心者、中級者、教えてほしいこと、教えてほしいこと、返事ください。じゃあちょっと今ツイートしました。さあ、いいねがもう早速5来てるな。すごいな、昼間だぞ。あ、エイムが来ました。じゃあ早速ですね、皆さんに、パッド、デフォルト持ち、普通持ち、デフォルト設定の、プレイヤーがですね、どのようにして、エイムが良くなるのかというと、まあ、基本的に意識してるのは AR でも何でもそうなんですけど、例えばね、右から左に敵が流れてる、右から左に流れてると、あのね、大体の人はね、お尻から追っちゃうんですね。からできれば、あ、これ人間の方でしょ、左の方に向いてるさ、頭のっていうか進行方向から打ってあげると、エイムアシストが引っかかって、当たってくれるということで、あまりね、後ろから狙わないで、その進行方向から打っていくようなイメージの方が当たる人は当たりますね。あとは腰打ちだね、ショットガンの。これが一番結構しんどいのかなと思うんだけど、基本的にはゲームというのは真ん中がエイムなんですよ。だからとりあえず画面の真ん中に敵が来ればいいんですよ。真ん中にね、そう、真ん中に敵が来ればいいから、これはこのエイムというのはどういう風にね、教えていいのかわからないっていうのはわからないんだけども、例えば AK とかコントローラー持ちの人は AK とか当たんない人いますよね。いるのかな、僕は全然当たんないんだけども、コントローラーにはエイムアシストっていうものがついてるんですね。覗けば吸い付くなので、それを活かして、どのような時にね、エイムが発動するかっていうと、この覗いた時にすごい引っかかるんですよ。上手い人だとこう絞って打ってる人が多いですね。 AK なんか特にそうですね。で、頭バン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 入ってこれで倒す、この戦法がありますね。そしてね、まあ建築なんですよ。こうやっちゃって上取られちゃった時どうしたらいいのかと、あんまりね、こっからこういってなんかこうするのもいいかもしれない、資材の結構無駄になってしまう恐れがあるんですね。 PC サーバーと違って PSO のサーバー木こりする人が全然いないんで、あんまりね、建築をそう勝負すると資材切れで終盤生き残れない可能性が出てくるんですよ。まあ、場合によってもそうですけども、やっぱ編集っていうのは大切になってきますよね。まあ、これなんかも強いですね。床階段。これなんか上結構取りやすいです、これ。建築勝負は本当に上手い人は上手いんで、できるだけね、避けつつやっていきたいポイントでもありますよね。最近まあ結構前から知ってたんだけど、度胸がなくてできなかった、ロケランのね、まあ仕様なんですけど、たまにさ、こういう家ないですか、こういう家あるでしょ。これね、ロケランで撃てるらしいんですよ。まずここ乗るでしょ、ここで、このね、違う面を撃てばね、見て、すごくない、これ。最近知らない人もいたでしょ。これね、誤爆しないんですよ。ここを乗って違う面で、これショットガン、これは結構ね、使えるんじゃないかな。知らない人多いと思うんだけども、これね、度胸が、あ、だってこれ普通に今撃ったら誤爆しますからね。ほら、普通に誤爆するんだけども、なんかね、ここの面だけね、ないんですよ。まあ仕様だと思うんですよね、絶対仕様なんだけど、バグじゃないんだけど、これね、結構知っとくと有利なのかなって感じしますね。それとですね、編集ができない。特に僕もそうなんですけど、その時は、このね、ハンドキャノンを多用して、キルができると。例えばですね、こういう風に、
こういう風にね敵がなってたとしましょう。例えばこういう風にこもってしまったと、この1階の方にどうしようと。で例えばこうやっても建築してくるし中に入れない、そういう場合はハンドキャノンでこの階段をね、この階段の正面だと当たんないんで横に行ってハンドキャノン、だいたいこのハンドキャノンで撃つ前は敵がどの辺にいるのか確認しておきます。この隙間とかで見えるんで、隙間とかで見れるんでハンドキャノンとかで確認して早撃ちですね、ハンドキャノン、ショットガン、このセット、このセットは覚えておいてください。このセット、このセット覚えておいてください。そしてあ、敵が例えばこの辺にいるなと思ったら、例えばねこの辺にいるなと思ったら開けて撃つ、わかります。で建築したなと思ったら違う辺に開けて撃つ、でこっちも来たなとか開けて撃つ、このねやり方は結構強いと思うんですよね。なかなかね、まあ PC 勢のガチ勢だと多分対応してくると思うんですが、まあエンジョイ勢なんかは結構これで倒せたりします。なのでこれはね覚えておいてください。なるほど、結構これで悩んでる人多いですね。屋根つけられた時どうしようってことですね。なるほどね。デフォルト普通持ちの人だと例えばなんですけども、例えばねこういうことされちゃうとこっから行けないんだよね、はい、ってみたいな感じなんですよ。こっから行けたら苦労はないんですが、行けるんですよ。行けんのかな、あ行けた。例えばね建築勝負とかでこう例えばこう行ってガーンってなるときあるでしょ、こういうときはこうです。結構難易度高いかもしんないけども、コントローラーバツジャンプでやってる人は結構難易度高いと思うんだけど、こっち行けますんでね、うん、でこう行ってもいいかもしれないですよね。これは多分ね器用じゃないとできないと思う。それか長年ちょっとコントローラーやってバツボタンの人じゃないとちょっと今の操作は難しいと思うんだけど、これでも一応上登れますね。例えばこういうところに床張られちゃうとちょっと厳しいですけど、床張られてない場所あったら下にね床を作って、階段で上登ることもできますね。それで反転で、あーミスった。あー頑張ってる。あー建築講座で建築が頑張る。会心者の鏡。いやあ、おしっ。ね、このね、僕がちょっと苦手なのはこれなんですよ。エイムしにくいんだよね、これ。本当に。早い人はどんどん早いじゃないですか。これがね、僕ね、苦手なんですよね、この作業が。これが早くなればね、もっともっとね、もうされると思うんですよ、今のフォートナイト。これ結構流行ってるんで。これはね、多分、本当に練習。本当に練習でセンスも必要だし、まあ多分ね、ほとんどのね、まあ建築は練習なんですよ。だからね、とことんやりまくれば、そういうコツとかも分かってくるし、どうしたらいいのかって分かってくるし、自然とね、体も覚えてきます。なのでね、やり込み度がね、必要なんですよね、フォートナイト。例えば、ちょっとね、やって、もうダメだっつってやめちゃう人は、まあやっぱり、それまでの人だし、ずっとやれる人がね、やっぱ強いですよ。PC 勢なんか、今、プロゲーマーもすごい多いですけども、プロゲーマーの人はもう多分、10時間以上やってますからね、毎日。ね。で、プロゲーマーに勝つためにはどうするんだ、基本のことですけども。基本なことですけど、どの業界もそうですけども、才能があっても、練習とかね、そういうのに、やっぱやってる人には勝てないです。ゴルフもそうです。野球もそうです。野球とかちょっとね、違うかもしれない。ゴルフもそうかもしれないけど、やっぱね、やってる人には勝てない。プロになっちゃえば、やってなくても、やっぱセンスとか、もう、自分が持ってる能力とかで、まあもうほとんど別に1週間2週間練習しなくても上手い人は上手い、もう習得してる人はいいんですけど、その習得するまでにどう飽きずにやれるかっていうのがポイントなんですよね。だから僕自身もある程度のレベルまで行ったら別に1週間とか2週間やんなくても、まあ復帰にはちょっと時間かかるんですけど、一日とか二日ぐらいすれば、まあ、エイムもね、戻ってるんですよね。だから、どれだけね、上手くなるまでに、時間を使えるかっていうことで、
だから上手くなるためには短期間で一気にやんなきゃダメです。あの長期間ダラ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 やってるとそんなにね周りと変わんないんですよ。どちらかというと上手くなるためには短期間でどれだけやれるか、これがね僕の中では結構いいのかなって感じで、短期間でどれだけやれるかが勝負。まあそんな感じでね、今回第1回、久しぶりにやりましたが、この辺で、講座を終わりたいと思います。最後の質問、ゴースティングのコツは